やっほー、家具はやっと全部ついたからベルリンのアパートホームツアーをしようと思います。私はここでルームメイトと一緒に暮らしします。このアパートは全部50スクエアメートルだ。でも私は部屋は一番大きい20スクエアメートル。日本語でわかんない、住所もわからなかった。じゃあ最初から、ここはなんかヨーロッパでさ、玄関がない、なんか靴で入るのは OK です。玄関の代わりいつも廊下があります。じゃあここは私の廊下です。この中はなんか電気のやつがある。コート右でキッチンがあります。私の洗濯機はキッチンにある。お風呂はちっちゃいから。私の洗濯機はそのスペースにちょっと大きすぎて、母の友達はそのなんかテーブル作ってくれた。じゃあストーブ、なんか東京でちっちゃいアパートが一つがあるね。でもドイツではいつも四つが普通。オーブンもある。シンク、ちっちゃいな冷蔵庫。景色はそういう風に。はい、次の部屋は、まあもう一度廊下ですね。私のお風呂はすごくちっちゃいから、ここにも鏡とかいろいろなものもある。シンク、鏡。ヨーロッパの風呂は日本に比べてすごく深くない、あまり楽しくない。ここで風呂に入る。この右手の部屋は私のルームメイトの部屋だから今見せない。じゃあこれは私の部屋です。東京と同じ、その光欲しかった。大きいベッド、ソファー、テーブル。これは私の服。このデザインは最近すごく人気がある。池袋のポケモンセンターで買った。すごく可愛いだと思います。あ、不思議だね。あ、この時計はすごい、朝の時朝陽に似てる。なんか赤くなる。ほら、うわー、それもすごく人気があるね。その字は変える。ほら、すごいでしょ。植物、植物、植物、波。これはあの人気がある植物だね。最近モンステラという植物だね。これと同じ。誰も読めない時計、シアトルのスペースニードル。川越で買ったタヌキコップ、かわいいでしょ。これも日本で買った、かっこいいだと思った。パソコン。じゃあこれは椅子の代わりボールを使います。背中にいいだと思います。はい、バルコニーもあります。東京のバルコニーと比べてちょっとちっちゃいと思います。それはクラゲ。景色、ベルリンには木がいっぱいあります。あそこは教会があるから日曜日はちょっとうるさいね。あ、ここはね、前はボールだったけど、あそこから落ちた。すごくびっくりした。このアパートで普通の電灯がどこでもない。やばいね。でも他の電灯もいっぱいあるね。1、2、3、4、5、まあピカチュウも。ほらほら、見て見て、すごいでしょ。昔買った弾けないウクレレです。やべえ。今は夜の時、私は私の部屋は
夜の時が一番好きです。光が多いから。はい、以上です。そんなに面白くないね。私の東京アパートはすごく面白かった。はぁ、帰りたい。でも、そのアパートはベルリンにとってすごく普通な、なんかいいアパートだ。ここに住むのは好きです。うん。じゃあ、このツアーは面白いだと思ったら、ぜひいいねボタンを押してください。じゃあ、また次の動画へ。バイバイ。I can already feel myself getting rusty in Japanese. I need to practice more.